長崎国際テレビの夕方帯ローカルニュースでは、長崎国際テレビにおいて、これまでに放送されてきた、または現在放送中の夕方帯のローカルニュース番組について述べる。平日版は1991年4月1日から2006年3月31日。土曜版は1991年4月6日から2006年4月1日。 日曜版は1996年4月7日から2000年9月24日に、それぞれ放送された。キー局、日本テレビにおける、番組名は、NNN ニュースプラス1であり、それを差し替えて命名していた。土曜版、日曜版の番組名には平日版の番組名の、後にサタデーもしくはサンデーが付されていた。二部日曜夕刊終了とともに増設された、日曜版であるが、 ザドクセンサンデー放送開始のため配された NNN ニュースプラス1放送時間を参照。ただし、1996年10月以降の平日版の NNN 枠より、前の時間帯の放送は NNN 間がつくか、それに準じる場合を除いて、日ネットであった。1991年4月7日から1996年3月31日に放送された。 キー局、日本テレビにおける番組名は NNN 日曜夕刊であり、それを差し替えて命名していた。毎週日曜18時18時30分。ローカルニュースは18時20分18時30分に放送。平日版は2006年4月3日から2010年3月26日。土曜版は2006年4月8日から2010年3月27日に、それぞれ放送された。 本番組以降番組名にキー局日本テレビの番組名のローカル差し替えを行わなくなった土曜版の番組名には平日版の番組名の後にサタデーが付されていた NNN ニュースリアルタイム放送時間を参照当番組以降平日版は NNN 枠より前の時間帯の放送も晩半ネットしている番組は主に 全番組、ニュースプラス1長崎の流れを組んだ内容で放送されていた。開始から18時16分までは、CM を除き、原則としてすべてキー局、日本テレビ創出のものをそのままネットしていた。ただし、17時台の関東の天気を開始当初、長崎県内の天気に差し替えていた。また、NNN 枠入り前のヘッドラインも、一時期を除き、 日本テレビのものではなく、自社喪失のヘッドラインに差し替えていた。また、NNN 枠の後のローカルニュースの時間帯には、リアルスポーツ大きい曲、日本テレビからネットを消していた。なお、NNN 枠明けのオープニングでのタイトル表記は、2007年9月までは、ニュース、リアルタイムのみの表記だったが、2007年10月からは、ニュース、リアルタイム長崎となった。ただし、 番組表や長崎国際テレビの公式ページでは、NNN 枠以前の時間帯と合わせ、一貫して、NNN ニュース、リアルタイムであった。メインキャスターサブキャスター天気キャスター過去に出演した、キャスターメインキャスター休暇日の対応外村が休暇を取っている最中には、重森と千北のいずれかが、メインキャスターを代行する。月曜日引く金曜日、15時50分19時。 ローカルニュース、18時15分から19時土曜日、17時17時30分、ローカルニュース、17時19分25秒から17時30分、ニュースエブリー、放送時間を参照過去に出演した、キャスターニュース、リアルタイム長崎で、オリジナルテーマ曲を作曲した、小国ま香が作曲を行った。ありがとうございます。